ロサンゼルスの交通機関ロサンゼルスの交通機関とはアメリカ合衆国で最大の交通網を持つカリフォルニア州ロサンゼルスの交通機関のことである以下ではその詳細について述べるロサンゼルスは全米のみならず世界でも最大級の交通網を持つ特に自動車社会アメリカの中でも週刊高速道路やカリフォルニア州道をはじめとした高速道路網 都市圏内や都市間のバス路線は優れている。また、航空交通においては全米有数の大空港であり、アメリカ合衆国太平洋岸の空の玄関口となっているのみならず、太平洋路線と南米路線をつなぐ役割をも果たしているロサンゼルス国際空港を面に抱えている。しかしその一方で、ロサンゼルス大都市圏内における鉄道による交通網は パシフィック電鉄などを1960年頃までに全廃してしまったため、1980年代までほとんど未発達でアメリカ合衆国内の他の主要都市に遅れをとり、路面電車やトロリーバスが市内交通の中心である同じ州内のサンフランシスコとは対照的であった。しかし、1990年代からライトレール、地下鉄や近郊列車の整備が進められている。 そのようなことからアメリカのハブ都市の一つへと発展した。世界でも有数の優れた自動車網を持つロサンゼルスは周回高速道路、インターステートハイウェイやカリフォルニア州道などのフリーウェイ、アメリカの高速道路などが非常に多く、また、他都市への移動も優れている。ロサンゼルスの一般道路は主要な幹線道路などを除いて、ほぼ全てが直線なレイアウトとなっている。 繁華街などの通りは、そのレイアウトで東西と南北に通りが並んでいて、非常にわかりやすく行き来しやすいようになっている。しかしその一方、一方通行が非常に多いのも、ロサンゼルスの一般道路の特徴であり、それらのことで混乱する観光客もいる。また、フリーウェイなどの高架道路の周辺の通りは、行き止まりが多いで、注意が必要である。グレーハウンドやアムトラックなどが、 都市間を結ぶ長距離バスを走らせている。ロサンゼルス市及びその周辺には自家用車を持たない住民も多く、バスがその人たちの域内の主要な移動手段となっている。メトロバスが市街地部分を網の目のように走っているほか、ロサンゼルス市はと呼ばれるバスを運行し、ロサンゼルス市周辺の自治体も運行する多くのバス路線をロサンゼルス市内に乗り入れさせているなど、 バス網は、非常に充実している。ロサンゼルスのダウンタウンにはユニオン駅がありアムトラックの長距離列車とメトロリンクの通勤列車がこの駅から発車している1990年代から交通事情の改善のためにロサンゼルス軍都市圏交通局が運行する地下鉄やライトレールの整備が進められているロサンゼルスは全米でも 有数の大空港であるロサンゼルス国際空港を全面に抱えている。地元では IATA 空港コードで LAX とも呼ばれている。9つのターミナルビルと4本の滑走路を有する。この空港はロサンゼルス都市圏のみならず、アメリカ合衆国太平洋岸の空の玄関口となっている。また、アジア系航空会社と南米系航空会社が多数乗り入れており、 太平洋路線と南米路線をつなぐ役割も果たしている。同空港における2003年度の航空機の離着陸数は622,378回、また同年度の旅客数は550,000人である。また、ロサンゼルス国際空港以外にも周辺にはジョンウェイン空港やロングビーチ空港、バーバング空港などがあり。 発着便数の多いロサンゼルス国際空港を補助する役割を果たしている。そうした優れた交通網を持つ一方、ラッシュアワーによる交通渋滞、特に高速道路でのラッシュアワーによる交通渋滞が大きな問題となっている。交通渋滞は通勤時間帯の午前7時から9時と移動が多い時間帯の午後3時、帰宅ラッシュ時間帯の午後7時が特にひどい。 また、あるデータでは、ロサンゼルスへの一般旅行者は一人当たり、交通渋滞によって97時間の遅れを取っているという調査の結果も出ている。アメリカ人口統計局も、ロサンゼルスは全米で9番目に移動時間がかかる都市としている。2名あるいは3名以上の場合は、乗り合いレーンなどを使用することができ、渋滞を回避することができるが、 自動車量の減少には遠く及ばない。渋滞の解消のため、近年は地下鉄やバス、タクシーなどの整備も進んでいるが、渋滞はなかなか解消できず、今後の課題となりそうである。交通渋滞が激しいロサンゼルスでは、自動車の排気ガスなどによる二酸化炭素の増加などの環境汚染も問題となっている。自動車の排気ガス以外にも環境汚染の原因となっている。 交通機関はある。船の貨物積み下ろし時に出る二酸化炭素、ディーゼルトラックが多いことなどである。また、アメリカでは現在でも機関車が一般鉄道として走っているため、機関車から出る二酸化炭素も環境汚染の原因となっている。また、かつてはガソリンスタンドの石油やロケット燃料などが地下水に流れ込み、それらの火炎素酸0からメチルターシャリーブチルエテルを 引き起こすという問題もあった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。